おや、よくお見かけするオフ、何かありましたら私に言ってください。オイラたち、教練員の入り口でこいつに会った。うん、もしよろしければ。シラージ、シラージ、よく聞く名ですね。陰論派の学者。ねえ、今勢いに聞くところによると、告発をしたい。僕は奴にさらわれ、僕は必死に逃げた。もう少しで奴に捕まっていただろう。落ち着いてゆっくり。彼は何の実験を。それは、え、そんな大…僕が覚えているのは、たくさんのことを忘れてしまった。そうだ、奴らは酒場で取引…そう言われましても。ですがその前に、ま、僕を疑っているのか。誤解しないでください。これはただの慣例です。お二人はここでしばらくお待ちください。あれ、アルハイゼン。私が説明しましょう。先ほどイリアスさんに虚偽検出テストを行い、つまり彼の話、そして慣例に従って。なんか怪しいぞ。あのアルハイゼンがマハマトラと一緒に行動するなんて。考えすぎだ。少し興味があるだけだ。そうなのか。なあ、いっそオイラたちも一緒。アルハイゼン様が我々の行動に加わること。お、安心しろオイラたち。では今イリアスさんは、シラージが、あ、それとシラージは今きょ、もうじきイリアスさんの。そういうことだ。すぐに出発する。オイラたちも行く。来ました、アルハイゼン様。この後…アルハイゼン様、どうやら君は最近文章を一つも読んでいない。新しく交付された教令には、すでに確立された調査案件について、君たちの上司がこの場にいれば俺に何をするか聞くところ。おっしゃる通りです。イリアスさんはここに残しておきます。いいだろう。もっとも彼が自分で自分の身を…程度の低い質問に答えることは、質問した者の甘えを許すことにつながる。君たちと同じようにアーラブも、なぜ俺が一緒に来たのかについて。だが君たちと違って、彼はこの問題をさらに複雑に考えてしまった。彼の質問は明らかに探りを入れてきていた。本来であれば彼がそんな言い方をする必要は。ややこ。だから代理賢者になんてなりたくないと言ったんだ。失礼、アルハイゼン、どうしても聞きたいことがあるんだ。いや、君のことは記憶に。あ、それもそうか。なら、どうしてそんなことを聞く。初めて会った時、なんだか。そうか、錯覚だろうか。アルハイゼン様、容疑者を確保しました。シラージか。いえ、彼と取引をしていた妙論派の学者です。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。誰か説明してくれないか。確かに俺は実験室から機材やパーツを盗んで売ろうとした。おいおい、なんてこった。まさか。いくつか彼に質問をし。もちろんです。シラージを知っているか。ああ、買い手の名前だ。酒場で取引すると約束したんだが。取引の内容は。何の実験をしているか知らないが、大量のエネルギー源と電子部品を必要としていた。そいつはそれを高値で買い取るからって。俺、本当なら今日酒場でその取引を。もしかしたらシラージは。幸いシラージのやっている。アルハイゼン様は。いや、ない。はい、イリアスさんにはすで。ただこれは昔記憶。なるほど。ついてこい。
結局シラージは酒場に来なかったし、アルハイゼン、本当に最後まで関わるつもりか？君はすでに理由に…え？全然わからないぞ。ああ、俺の同級生だ。そうだったのか。つまり興味があったのはない。その説明はだから一旦そのように理解してくれて。1年前、彼はあるか人類の進化にまつわる、俺から見て、つまりそいつが大方なんか。イリアス、もうちょっと頑張ってくれよ。すまない、何度も試し強烈な刺激を受けた時人は自己防だが、何でもいい。実を言うと、さらわれて実験をされたこと以外に忘れてしまったことがもっとある気がするんだ。自分がどんな…ただ話してみろ。一つ目は強霊院から急に詳しいことも。二つ目は思い出せない。驚くことじゃない。現時点において記憶を失った。ありがとう。記憶を多くなくすぎたけど、何はともあれ君たちのおかげで僕は確か。わかった。いざ。アルハイゼン様、直近の調査研究の支出表はすでに事務室にお届けいたしました。ああ、その最近の調査研究に関する支出だが。はい、調査研究そのものを必要とする学者、詳しいことは複雑な話。彼のことは知っているだろう。ええ、それは構いませんが、イリアス、この数日一体どこへ行っていたんです？忙しくなった。予想外の状況になってしまいまして、みんなに迷惑をかけてしまった。あなたの仕事はもう他の学者がほとんど。チャンドロは覚えていますか？しかし数日前、その申請を彼が取り、これで調査研究の申請を取り下げたのは。わかりました。あなたが戻ってきた後に。これでいいでしょうか、アルハイゼン様？異論はない。イリアース、久しぶりだな。何か用か？調査研究の申請を取り下げたと聞いて、その理由を聞きに来たんだ。ああ、それか。これといった理由はないんだ。それに申請を取り下げたのも研究のモチベーションがない。そうだ。というか君は誰だ？気にするな、続きを話せ。この前賢者が失脚しただろ。彼らが主導していた多くの実験プロジェクトが中止になって、
こういう問題が重なる時期に君の言う状況が明るくなって随分はっきりとものを言うんだな。でも実は研究のモチベーションに欠けている原因はそれだけじゃない。他に何があるんだよ。アーカー射装置が止まったことさ。知ってるだろ、研究には様々な知識が今までなら必要なものは何でも申請をすればアーカー社が答えこの上ないほど便利だったよ。なるほど君も理解できただろ。あんなにいいものを経験してしまったら今の教令院でプロジェクトの立ち上げや研究を行っている人はほんの一握りしかいない。名前が載るのは論文の後ろの方になって。イリアス、どうしたんだ？頭が痛い。思い出した、シラージがこっちにある。お前はシラージ36号となり、私が主導する意識の中に溶け込んで、何が何だか全然。それこそがシラージの研究していた内容だ。当時提出された課題とも一致する。ハイブマインドと進化の道だ。主に3つの点を実現すれば人間社会に、まず能力の高い順に被験者に番号をつけ、そしてマスターマインドが物事を数々のモジュールに分け、重要度に基づいて異なる番号の、またメンバー間では迅速。オイラまだよく分かってないんだけど。それに、なつまり多くの脳を一つにつなげ、それを用いて群衆のマインド。おそらくシラージはこのハイブマインドこそ人類を凌駕し、たくさんの人をぎゅうぎゅう詰め。アルハイゼンさんの言う通り、シラージは全ての被験者に異なる番号を割り当てていた。そして番号が前のものは、それにシラージは計画は着々と進んでいて、そんなの完成する前に精一杯のことはする。ゆっくり考えると、何かたったの36番、シラージが何に基づいて。ば待ってくれ、さっきシラージについて話しているのが聞こえたんだが。ああシラージは最近何かと有名だからな。彼の研究グループに何が何でも入りたいと思っている人は、ただジャナキっていう学者のことは知ってるよ。もし興味があるのなら。僕を知っているのか？とぼけてるの？いや、本当に記憶喪失なんだ。思い出せないことが山ほど。それで当時やったことはもう覚えてないから許してほしいとでも言いた？それとも代理賢者を後ろ盾にして私とのことを清算するつもり？待て、君たちにどんな因縁があるかは、シラージがかつて君をプロジェクトに誘っていたろ。だったら何？確かにシラージから誘われたわよ。私も彼の課題には結構興味があったし、確かハイブマインドに関する課題だったかしら。でも私を45番目の被験者にしたいとか言い、そんなに後ろの。イリアスが36番でジャナキが45番、シラージは一体どれだけの人に目をつけたんだよ。その番号が何に基づいて振り。聞いたわよ、前の賢者たちはアーカー社を利、当時彼らはアーカー社に、シラージはどこからかそのファイルを手に。なるほど、そのデータで頭脳の演算能力を測ることができると思う。データの真偽はさておき、知識で知能は。でしょ、だから言ったのよ、私が45番だなんて絶対におかしいって。それ以外に
シラージについて何か。もうないわ。彼に誘われて断った。他に用事はある？なければもう行くわ。そいつを見てるだけで待ってくれ。その本当に忘れたの？本当だ。オイラが証言するぜ。そう、思い出しただけで腹綿が煮えくり返るのよ。わざわざもう一度話すなんてごめんだから、一つ分かってほしいのは、他に言うことはないわ。言っちゃったぞ。ああ、でも彼女のこと何か思い出したいと思うか。え？君はシラージを告発するための証人だが、今は間違いなく記憶を失って、もし君自身が思い出したくないというなら。僕もどうすればいいかわからない。でも僕は自分、俺は君に関する資料を調べることが、これは仮説だが見てみるか。よし、ならまずは知恵の。いざ。二手に分かれて行動しよう。終わり次第ここで分かった。ありがとう。気を楽にするといい。緊張したとこ。分かった。そしてシラージについても何とか。その言葉を忘。ここ数年の重要な資料は全てここにあるはずだ。どうしたんだ？何でもない。イリアスの資料を見つけた。下で集まろう。僕は何をしたんだ？資料によると君はかつて勇気と正義。僕が？ああ、君の指導調査によって君の この件は当初。どうした？何か思い。いや、ただ頭がそんなことを僕が。ひとまず放っておこう。すまない。本来聞いて嬉しくな。ならば順を追って君がやるべきだと思うこと。ありがとう。じゃあ次はガンダル。
くリーエコーに戻って見てみようぜ。多分この近くだ。確か次の道はこっちだったか。イリアス、いきなり帰ってきてどうしたんだ。父さん。なんでもない、ただ様子を見に来たんだ。本当に何もないのね。またいじめられてない？イリアス大丈夫？ああ、だからあの時一時的な感情で動いてはならんと言った。教練院での生活も良くないんだろ。どうしても嫌なら本当に大丈夫。イリアス、記憶喪失のことを知られたくないみたいだな。まあまあ、お父さんもお母さんもそのお兄ちゃん場所を変えた。お兄ちゃん、頭だいぶ良くなったよ。順調だよ。でもお父さんとお母さんの口うるさい。ただあれからお兄ちゃんの良くない噂がたくさん流れちゃって、家にまで今日溶けこ。そう、お兄ちゃんどうしたの？ああ、そうだったのか。今日のお兄ちゃん、お兄ちゃんが英雄。君のその理解は彼をだいぶら。本当？俺よりもこの二人の方が。あ、確かに誰かから一緒にお家でご飯でもどう？ちょうど食材を買え。悪い、まだ他のよ。そっか。安心してくれ、もうみんなを心配させるようなことは。思い出したのか。ああ、さっきはありがとう。感謝している時に口に。すまない、あなたに会った時嫌な。そうだ、でも接してみるとおかしいな。俺は他人の考えることをあまり気にしないが。うん、僕もあなたのような感。本当か？でも確か、もう一つはどうするんだ。物事には優先。それもそうだ。思ったより中は大きいぞ。イリアス、ここに見覚えはあるか？って近くに彼の気配はない。はぐれちゃったのかな。必要ない、引き続き。おう、
もういいよ、イリアス。僕には理解できない。ガニーが君の研究を盗んだことはみんな知ってるはずだ。なのに、あいつは君の論文を使って研究プロジェクトを申請しておく。あのプロジェクトに何人いると思う？もしガニーが…だけど、ガニーは明らかに最も困難な仕事は昼夜問わず君にやらせて。そんなの間違ってる。みんなから口外するなと釘を刺されているのさ。気にするな。あいつから報酬はもらってるから。半年の努力と数々の眠れない夜、まるで人を家畜か何かのように。もういい、もう言うな。大丈夫だ。どうしたんだ？もしかしてお前、実は心…そんなわけがないだろ。俺も今わずかに見えた。接続…明らかにここは未完成の状態な。ハイブマインドに関する研究プロジェクトはすでに完成し、その見解では全体を捉えられていない。逃げ道はありません。失礼。無我の境地。やった。さばきの雷。やった。天道、ここにある。難攻不落。踊りなさい。言ってたことと違って、もうとっくに完成してるみたいだ。得意なことを考え、群れに貢献する。まるで疲れを感じない。アルハイゼン、その名前を聞くと心から嫌悪感が生まれてくるわ。彼は私たちが必ず片付ける。あなた一人が名声を得るために私たちの1年もの努力が無駄になったのよ。一体どれだけの人を巻き込んだのか。英雄になりたかったのならいつだってよかっただろ。君たちは何を言っているんだ。ラジュが屋上から飛び降りたんだ。ラジュのことは確かに残念だった。このプロジェクトを終わらせるためにみんな苦労してたんだ。とにかくもうあなたとは関わりたくないわ。あなたの軽率な行動のせいでガニーはマハマトラに審判された。もっとも
あなたはどうでもいいと思っているんでしょうね。でもね、もうお先真っ暗よ。最悪の場合、私たちはみんな卒業できなくなる。すまない。別に謝る必要はないわ。私もあなたの謝罪を受け入れる気はないから。でもこれだけは。何ぼーっとしてるんだよ。多くは考えるな。言いたいことがあるなら。変だな、イリアス。君を参加させてもいいという研究グループは一つもないのか？課題を終わらせるには、あるいは他の学者と。はい、はあ、何やら悩んでいるようだな。君は？おっと、自己紹介を忘れていた。シラージさん。人々は常に群れに馴染めな。聞けばガニを告発してからずっと孤立。実はな。どうだ、試してみるか。何を見た？やっぱりそうだったのか。いや、正真正銘頭きたぜ。来たか。わざとハイブマインドに溶け込むプロセスを遅延させた。イリアスとして君たちに謝罪しよう。ガンダルバー村で思い出した二つ目のやるべきこと、それはマハマトラを回避し、アルハイゼンを蜂の巣に連れ込む。お前とっくにシラージ36号になってたの。ああ、あの時は本当に多くのことを。だけどそれは僕がショックで忘れたわけではなく、アルハイゼンを騙すことは困難を極める。絶対最高の偽装とは自らをも欺く。いかにも、ここはとっくに完成している。ここを離れる前、僕は36。僕が本当の言いたいことはこれだけだよ。それが君の選択か。そうだぞ、オイラたちどれだけ外に残るのが苦しくても逃げちゃダメだ。まだ考える時間が必要か、イリアス。彼がシラージだ。お前が大悪。悪党。実にストレートなもの言い。お前。私はアーカー社装置を改造し、使用者の記憶と感じ、一人一人にば。ここでは人々は複雑な思考をする。お前、そんなの言い訳。ならば聞くが、過激な風潮の中では人々は皆集団意識に。私の言っていることは間違っているか？否定する必要はない。そして蜂の巣へ。あまりにも重みのない鳥の羽のようないくつかの言葉で私の全ての努力を水泡に帰した。だが私は諦めなかった。ここへ来る際、蜂の巣には誰もいない部屋が多く。気づいたか、彼らはどこにいると思う？答えは教令員さ。彼らは今もハイブマインドは我々を全て順調なんだ。お前という最大の障害を除く。影響は増す。そんなことさせるもんか。口先を尖らせるだけ無駄。蜂の巣に戻れ、36号。は、待て
寝なしぐさのお前たちがよく恥ずかしげもなくそんな戻れ36イリアス。お前たちもアルハイゼンとお前たちはだ36号なんとか言ったらどうだアルハイ。言いたいことはすでに1年前にはっきりと伝えてある。だがそれも仕方ない。どういうことだ。何が起こ群れが計画を実行するためのモチベーションは機械の運行に。そこでマスターマインドである君は、しかしイリアスが群れに戻った時彼の記憶と感情は。さっきはありがとう。なんだかおかしいな。これは君が彼らに与えた憎悪と相反するものだ。そういうことか。あいつを引き止めるふりを。さすがお前だぜアルハイゼン。よし、ハイブマインドが混乱してるうちにって、あれ元通りに回復した。言ったはずだぞ。お前は傲慢が過ぎるんだアルハイ。イリアスの帰還は確かに蜂の無駄なあがきだ。魔物がいっぱい現れ、それになんだかいつもに増して不気味だ。私は魔物をも群れの範疇に引き入れたのだ。たとえ知性の低い連中、果てのないやらな。おいアルハイゼ。俺が用意したプレス。君たちは目の前の厄介ごと。剣女盤石。ここか。はっ。はっ。はっ。理論の演劇。アルハイゼンはそれほど憎くない。でもやらなきゃいけない。あいつをやらないと俺たちは。すなわち永遠なりセット。見たか、これこそが群れの。たとえ憎悪が消えても彼らは歩みを止めない。失礼。立った。よっ。はっ。これ以上は持たないだろう。予想していたよりしつこい。強霊の方もやばいぞ。マハマターだ。雪を前。盤石。勝った。どういうことだ。なぜ急に。静まれ。マスターマインドの名において命ずる。難攻不落。さばきの雷鎚、無我の境地。軍港強戦。そんなバカな。どうしてまだ対決しない。まさか我々の判断に問題が。群れの意志に間違いはありえない。マスターマインドが過ちを犯したのに。簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが。データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。
お前がイリアスに言ったことか。それが今蜂の巣の共有記憶に。なるほど、彼らの視力を肥大化させ蜂の巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの意志、そんなもので塔を築くつもりだったのか。マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時蜂の巣とは名ばかりの抜け殻になる。まただ、私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。私欲が積み重なった末に蜂の群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シナージは嘘つきだ。聞いてた話と違うよ。その席を渡せ。記憶と感情の共有により、ハイブマインドのメンバーは例えばイリアスだが異なる認識が生む。しかしこれは完璧なものであるとは言えない。このような理論、イリアスが引き起こした騒動は疑いは計画が頓挫するたびに大きくなり、心配、失望、恐怖、貪欲、人と人が本当の意味で心を貸すことができない以上は。だが隠し事のできない蜂の巣においては、負の感情は鳥の羽のような、いくつかの言葉だけでことは足りない。あの時からお前はすでにハイブマインドを壊す方法を。しかしどうしてイリアスがおとりだと気づいた。いつ彼を一目見た時点で分かった。それと俺は一度も傲慢な目で君を見たことはない。俺は常に客観的な。君のハイブマインドと人類の進化に対する考えは甘すぎる。だがそれでもそんな君が被験者を逃がすことは絶対にない。そんなミスをするはずがないし、仮にそうなったとしても。まさかお前の口から、お前が私を平等に見たことなど一度もない。私たちが同じ場所にいた時さえ、お前が私に送る。隠す必要はない。君の視点は完全に自身の物事を見る瞬間。君の目には俺が君と同じく群れに馴染めないものに映っていること。俺はただせわしない環境や無意味な喧騒から離れ、君こそ本当の自分と折り合いをつけられず。傲慢だったのは違うと。でも傲慢で脆弱だ。人々をシンプルで凡庸な群れに。何がどうあれ、今回は私の負けだ。もちろん君は審判を受ける。だが捕まえるのは俺の仕事じゃない。俺は一階の事務方に過ぎないからな。君たちの連行はやはり大マハマタラ殿に任せよう。セノ、どうしてここにいるんだ。符号をたどってここへ来た。だがどうやらもうことは終わっているようだな。符号？セノへの手紙の中に簡単な図案を書いておいたんだ。ここへ来る途中、それと同じ符号。待てよ、セノへの手紙って。あ、思い出したぞ。お前が来たばかりの時にアーラブが言ってたな。本当に最初からイリアスが変だって気づいてたのか。それは言いがかりだ。俺は一切
君たちを誘導したりだま…そういえばこの前院内で資料を見つけたんだ。お前なあ。そうだセノ、確かシラージは教練員にも何…安心しろ、すでにマハマトラの方で怪しいものを調査し、これもハイブマインドが動揺した原因の一つだろう。全てお前の…うん、俺が興味を持っていたのはここまでだ。それでは。勝手に行っちゃったな。終わりだ。こんなにたくさんの計画の策定にこんなことをしてたなんて。私たちは幇助したに過ぎないけど、代理賢者、書記官、なんであれ、私たちが恨みを買っていい身分じゃないわ。これからの教練員での日々、先のことを考えるのはよそう。それより今までそう感じなかったのは、そもそもアルハイ…シラージにアルハイゼンを憎むよう仕向けられた俺たちは彼を悪…今になって思えば自業自得とも言えるだろうね。はぁ、あ…なあ、きいいぜ、オイラたちがアルハイゼンに行っておいてやるよ。大丈夫、何にせよそれで少しはおごる。そろそろ行く時間で、はあ、行きましょう。あいつら騙され、外に出たら。どうやら僕はやはりシラージ36号にはなれないようだ。実はガンダルバー村にいた時、自分から名乗り出て、でも当時の僕には結局のところ僕はかつてイリアス、そんなに悲しまないでくれ。でもま、僕が溶け込む、それがわかると。おう、ありがとう。今回のことは、それと僕が謝罪していたと、ある。ここの被験者は全員俺たちが連行する。あとは人員を手配してこの場所を封鎖する。資料を回収した後、お前たち怪我はないか？大丈夫だぞ。でも早く休め。ただ引き続き注意しろ。潜伏しているシラージの仲間への警戒は。おう、じゃあまずはアルハイゼンと落ち合おうぜ。事件も順調に解決したことだ。もう少し、はい。その顔を見るに、まだ何か質問したいことがあるようだな。その好奇心はそん…おい、オイラたちはお前の同僚…単なる口実だ。わからなかった。お前…なあ…今日は…ではこれで。もういいだろう。君のそういうところはどこぞのしつこい奴らに。そ、話をそらしても無駄だぞ。最初から説明するのはあまりにも面倒だ。ここで立ったまま延々と。おい、どこに行くんだよ。着いたらわかる。
ここってお前の家か？ああ、オイラたちを家に招待してくれるなんて。帰ってきたか。ちょうどこの絵の描け方について意見を。って、ちょっと誰だよその人たち。そう驚くな、見るからに客。あなたたちはまさか。オイラ、どっかでお前のことを見かけたような。どうして僕を知っているんだ。まずいぞ、ここに住んでいることがみんなにバレたんじゃ。どうした、今になってようやくは。お前らルームメイトじゃなかったのか。それはそうなんだが、頼む、誰にも絶対に言わないでくれ。確かハイブマインドと潜在意識についての本がいくつかあったな。おい、本当に言ってしまうのか。何考えてるんだ。すまない、失礼を承知で聞くが、そのあなたたちはもしかして友達のふりをするよう。ん？何が何だって？違うのか、あいつが友達を家に招いたことなんで。でもお前はあいつの友達で。別に、はあ、昔は友達だった。ん？まあ気にするな、僕はカーベ。もうなんだか随分な事情があるみたいだな。口止め料をく。ああ、やはりあなたたちは正真正銘あいつの友達だな。なんだよ、いたって普通の反応だろ。散々自分で弱みをさらけ出しといて。だからといって何もあいつみたいに僕をいじることないだろ。どうやら気が合うようだな、君たちの騒音がリビング。自分の友達は自分でもてなしてくれ。本はここに置いておこう。頭の中がゴロゴロしてきたぜ。まずお前はどうやってハイブマインドの弱。実は1年前、シラージの論文が大賢者まで届いた時、俺はそれとなく意見を求められた。その時、一つ目の理由は、二つ目の理由は、彼の極端な。ん？あれで保守的なのか？あんなにでっかい実験室まで作って。ハイブマインドを安定させる方法、思考をマスターマ。そんなの危険すぎるぞ！お前、俺はただ事実を述べているだけだ。もし仮にシラージがそう、いかなる種族の、これこそ、教令員がそうなのか。君の口からそんな言葉が出るなんてな。人間性を失ったら人間じゃなくなるっていうのなら、君は10年後には。なら君はどうなんだ、キノコンにでも退化し。そうだとしても僕は情も義も悪いな、別に聞き耳を。そうとも言えるな、変な学者に出会。狙われたって。大丈夫だったのかい。そうだったのか。人生にはトラブルがつきものだな。うちで大掃除の手伝いでもした方がマシだったな。あそこにある本を見てくれ、随分と長いこと。君は場を気まずくしていることに。おい、どの口が言ってるんだ。悪くはない、少なくとも君ってやつは本当に何も分かってないな。こいつらどっちがおかしいのかもうよく分かっ。こそこそ話をするなら。ぐい。あ、まだ他に問題でも。あ、そうだ、学者たちがお前に謝りたいって言ってたんだ。どうか許し。俺は彼らを責めてはいない、より正確に言えばある意味では。それからなんだけど、あいつもお前。どうでもいい、花から彼に死。経歴からして彼は普通の人間よりも勇敢だった。俺はこれから夕食に行く、あと10分だけ。じおいらはもう何もないぞ。お前は。おお、教令院にいたとっても
をシラージに会ったって。俺は彼個人には全く興味がない。だがあれだけ多くの者が自らの意志で、今はその理由もすでに判明。ああ、賢者が失脚、シラージの実験は許可を得たものではなかったにもかかわらず、あれだけ多くの人間を代理賢者としてこれに対応する方法を考え、それからイリアスの件も気にかけておく。なるほど。最低限真面目に仕事をしていると言った。待てよ、辞表？すでに教令院には辞表を出したんだ。じきに代理賢者の身分を離れ、書記官として仕事を続けられるように。この件はシラージも知らないはずだ。彼は少し運が悪かった。あとそうなれば彼が何をしよう。でもどうしてやめちゃう。俺は賢者には向いてないし、やりたいとも思わない。教令院もすでに規則に従って各学派から新たな賢者を選び始めている。だがその過程はとても長く、代理賢者を長く務めるだけ正式なものに推挙される可能性が高まってしまう。それは困るんだ。明確であることはとても大切だ。そういえばオイラも腹が減ってきたぜ。ああ、